皆様、本日は12月25日金曜日、東京後楽園ホールにて開催されます葛西純プロデュースブラッドクリスマス2020試合前選手会見をご覧いただき誠にありがとうございます。試合前会見の後は葛西純選手より大切なお知らせもございますので、どうぞ最後までお見逃しなく。はい。では早速会見をスタートさせていただきます。まず第一試合、6人タッグマッチ、ドラゴンリブレ源太郎、高岩達人 VS 平田智也、正岡大輔、佐々木隆。では選手の皆さん、この一戦への意気込みをお願いいたします。まずは佐々木選手お願いします。はい、プロレスリングフリーダムズ佐々木隆と申します。こういうね、記者会見、まあフリーダムズとしてもここまでねやるのは初めてなので、でもね、こんな格好してますけど、一応今日はね、大会前記者会見ということで、気合入れてバッチリコメント出せればなと思ってます。まあね、年内最後のブラッドクリスマス、毎年恒例ではあるんですけども、まあこの大会、今回は第一試合に、マッチメイクされましたけども、まあこの試合もね、第一試合だからって別に余りもんのね、寄せ集めじゃないと僕は思ってるので、まあこの中で、まあ対戦相手にもね、高岩さんもいますし、まあみパートナーに平田もいますし、そしてやっぱりなんていうの、11月のね、後楽園大会でやっぱあれだけの試合をして、まあ結果欠場にはなりましたけど、まあ思ったより早く正岡も帰ってきてくれたので、まあこのメンバーで第1試合からもう後楽園をもう盛り上げるだけ盛り上げて、まあ2021年ね、我々の中のどこから誰がねトップ戦線に踊り出るかわからないメンバーだと思うんで、2021年を占う試合と思って皆さんに見てもらえるように、第1試合からがっつり盛り上げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。続いて平田選手。はい、プロレスリングフリーダムズの平田智也です。ブラッドクリスマス、年内最後の自分の試合なんで、まあ、ここできっちりと結果を残して、また来年につなげられるような戦いをして、まあ、最後自分が勝って気持ちよく終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。それではドラゴンリブレ選手お願いします。はい、プロレスリングフリーダムズのドラゴンリブレです。自分は2016年にデビューしてから、まあ、ブラッドクリスマスに出場したのが2017年のたった1回だけなんで、まあね、毎年悔しい思いをして、周りのお客さんがいる中で一人だけ試合ができないっていう、まあ、悔しい思いを、まあ、毎年してたんで、まあ、今年は、ね、その悔しさをバネにして、最後フリーダムズ年内最後の試合、僕が必ず勝って、来年につなげたいと思います。まあ対戦相手のね、3人は僕のことまあ舐めてると思うんで、はい、最後それをぶっ壊してね、はい、僕は2020年、はい、締めくくって来年につなげたいと思います。源太郎選手お願いします。本当にお前舐めれてんな、はい、まあ、はい、しょうがないな。しょうがないですか。うん、まあ、こんなお前チンピラお前普通です。普通です。普通、はい、もうちょっと おしゃれとかさ、いいよ。そういうの控え室でやってもらえる。あ、そうか。そういうの控え室で。そうね、まあ俺と高田さんはまあ絶対負けないだろうけど、負けるってやったらお前だな、やっぱりな。あ、いや、ないでしょ。あ、だったら、あ、今正岡いねえから、てかほら、正岡はこれ伏線か、一緒復帰戦だね。うん、だったら、あ、正岡は潰そう。それでいいな。じゃあそれで。高瀬さんに、はい、正岡選手、まあ、はい、今回復帰戦になりますけど、はい、前回の武田さんとの試合、どのように見られたでしょうか。あ、もうあれは、本当に、まあ、勝った武田ももちろんですけど、僕もリングサイドでセコンドをしながら見させてもらいましたけど、2人とも本当にここで勝って、このブラッドクリスマスにたどり着くんだ、
ブラッドクリスマスの KFC 大阪戦にたどり着くんだっていう気持ちをですねすごく前面に感じた試合だったので、まあ、その中で敗れて、まあ、結果欠場にまで追い込まれて相当やっぱ悔しい思いをしてたと思いますし、まあ、思いのほか、早く復帰できたので、まあ、まだ会ってはないですけど、まあ、結構連絡はまめに取ってる中ですごくあのブラッドクリスマスにかける思い、まあ、メインには出場できずに、まあ、結果第一試合に収まる感じになりましたけど、でもこの大会にかける彼の思いはすごく伝わってきたので、もう欠場に入る時からクリスマスには絶対間に合わせますって言いながら欠場に入ったので、まあ、その彼の気持ちをですね僕はあの感じ取りながら一緒に戦いたいなと思います。はい、あともう一個言えばですね、この平田智也とドラゴンリブレが、まあ、別チームにいるっていうのも一つポイントかなと思うんで、まあね、まあ、一番フリーダムで言えば、まあ、キャリア的には少ない2人にはなりますけど、そんな中でね、ブラッドクリスマス、まあ、当たり前のように出るんじゃなくて、まあ、彼らからねそういう言葉も出たように、もうこの試合で勝って自分がもうのし上がるっていう気持ちをですね互いにやっぱ見せてほしいかなと、それがやっぱこの第一試合としては大事なテーマかなと僕は思います。第1試合シングルマッチ、藤田実 VS 進む優也。では、第2試合は進む優也対藤田実。今回はですね藤田実選手は、欠席となっておりますので、進む選手にしか、来てもらってないんですけども、まあ、この試合にかける意気込みをですね進む選手の方から聞いてみたいと思います。お願いします。はい、まあ、前回の大会でまさかの、シングルマッチをして、ご指名いただいたんで、まあ、自分自身こう UWA のベルトを失って現在、まあ、すごくベルトはないですけどモチベーションすごく上がってるんで楽しみな一戦です。はい、意気込み的な意気込みですか、うん、まあこうやって会見があるのに自分一人っていうもうすごい舐められてるんで当日は楽しみな試合になると思います。はい、藤田選手の印象などお伝えいただければと思います。印象ですか、まあ、僕自身結構昔からこう何かあるときはアドバイスくれるいい先輩でしたね。選手としてはいかがでしょうか。選手としてはですか、やりにくいです。当日はどのあたりを警戒していきますか。いや警戒はないですけど結構こう見えて怒ってるんで言ってやろうかと思います。第3試合、UWA 世界ジュニアヘビー級チャンピオンシップ、挑戦者山下里奈 VS 第36代チャンピオンカムイ。はい、では、今回のタイトルマッチ、UWA 世界ジュニアヘビー級選手権試合、チャンピオンカムイ、そして挑戦者山下里奈に来ていただきました。はい、では、まあ、このタイトルマッチにかける意気込みをですね互いに聞いてみたいと思います。はい、でははい、はい、あ、後ろのモニター見てくださいね。あ、はい、後ろのモニター、山下に座っちゃったからね。はい、よし、よし、これで合ってる。よし、はい、なんか可愛い袋がちょっと見てるぞ。はい、はい、では、まずはチャンピオンカムイ選手から、はい、意気込みお願いします。はい、ですね、まあ、この UWA ジュニアのベルト、今、持ってるのは僕、カムイです。そして、フリーダムズに今このベルトがあるので僕はまあ、団体の垣根を越えて、挑戦者、そして、ですね、まあ、チーム、そういう垣根取っ払って挑戦者募集してきましたけど、まあ、今回は性別を超えた戦いをできるというんで僕は、挑戦表明してくれたことに感謝してます。はい、感謝してるんで、あとは
試合形式、試合形式は山下里奈に決めてもらおうと思います。好きな形式で何でも望んでやります。はい、ではその辺意気込みも含め、はい、形式を決めろという話がありましたがいかがでしょうか。はい、フリーランスの山下里奈です。よろしくお願いします。まず、亀井さんと先日試合で一緒に組んだ時に、試合後に亀井さんが、リングのエプロンサイドにベルトを忘れてスッと帰っていったというのが発端でして、エプロンに中途半端に忘れるぐらいでしたら私がベルトを取って大阪に思いっきり忘れてきてあげますよっていうふうに言ったら、なんか、その意図を汲み取ってくれて、このシングルがタイトルが決まりました。というわけで、そうですね、試合形式、ルールは何でもとおっしゃってくださったんですけど、そうですね、あえて何でもありというのを踏まえて、あえて通常ルールでお願いしたいと思っております。はい、クリスマスで、そうですね、フリーダムズのクリスマス、去年デスマッチさせていただいて、そこから選手やお客様の支持をだいぶたくさん得ることができたクリスマスなんですけども、今度のクリスマスも何かやっぱりいい血を流してくれるんじゃないかっていう声もちらほら見かけまして、すいません、期待を裏切ります。通常ルールです。はい、もうそこは絶対血は譲れないと思ってます。なぜなら、フリーダムズで血を流さなきゃ支持を得られないなら、血は多分それ以上ないと思っているので、デスマッチはデスマッチをする上でプロレスっていうものがありきのものなので、ちゃんとこのフリーダムズで通常ルールのプロレスで見せたいと思っています。なるほど、はい、いかがでしょう、チャンピオン。いや、そういう心意気だったら、はい、ぜひ通常ルールという、ルールではね、そんなインパクトがないかもしれないですけど、お互いの気持ちをぶつけ合えるような、そういうような激しいタイトルマッチにできますね。はい、なるほど、はい、はい、では通常ルールに決定ということで、はい、はい、でまず亀井選手に、山下選手、これまでもう男子と遜色ない試合を繰り広げてきましたけど、改めてどういった印象をお持ちでしょうか。女性が挑戦してくるということに関して。いや、それはやっぱレスラーとしてですね、なんですかね、ちょっとした嫉妬も確かにありますし、すげえなっていうのもあります。そしてですね、女性なんでね、ちょっと私娘も思ってますんでね、娘がこういう風になったらちょっと嫌だなっていうようなねところもちょっと思いながら見てますが、はい、ちゃんとレスラーとしてね叩き潰してやるんで、はい、教育してやります。改めて亀井さんから、レスラーとして叩き潰すときましたけど、山下選手いかがでしょう。はい、いや、もうこの上ないぐらいありがたい言葉ですね。はい、ただ娘さんがこういう風になってほしくないと言ってるわけですが、その娘さんがどうやら私の方を支持してるらしくですね、これはもうだいぶ将来有望だなと思ってます。はい、いや、ちょっとね、ツイッターのね、はい、はい、ちょっとね感化されてるところがあるんでね、それはちょっと ねなんとか、はい、これからどんどん血もいい影響を、ね、与えていけるように、このタイトルマッチなおのことを頑張らなきゃなと思っております。はい、娘さんのためにも。いやいや、ためになるかはちょっとね、はい、そこは別問題なんで、うるせえケンジ、おいケンジ言うな、お前この野郎、お前全部お前消せねえんだよこの野郎、お前名前言うんじゃねえってお前消せねえんだよこの野郎、お前んじゃねえよな。いいや、こういうとこですよ、こういう風になってほしくないってことですよ、なんだよお前、お前がなんだ、なんだよ、本性出したな、てめえこの野郎お前、うん、なんだよお前、同じチームだからってのは手加減しねえからな。はい、はいって、おお、はい、
思ってるから、ね、大阪大会のプロデューサーとしていつもすごいいいカードとか組んでくださってて、そういうところは本当に感謝してますし、本当に選手としては自分はリスペクトしてるんで、ちょっとふざけてケンジとか言ってしまうんですけど、本当にこの戦いはちょっと茶化してしまったんですけど、今本当に真剣にリスペクトを込めて、同じアンチェンっていうユニットで尊敬している先輩としてちゃんとまっすぐぶつかっていきますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。第4試合、キングオブフリーダムワールドタッグチャンピオンシップ、あ東京砂漠ホームレス寸前人間廃業デスマッチ、挑戦者バラモン州バラモン K vs 第16代チャンピオンチームビオレントジャックマンモス佐々木。はい、じゃあ、このねタイトルマッチに向けてチャンピオンチームマンモス佐々木ビオレントジャックに来てもらってますので、お二人からじゃあコメントをいただきたいと思います。どちらから。はい、じゃあジャックさん。はい、俺はビオレントジャック、メキシコの怪獣。本当に今度の後楽園ホール大会、このチャンピオンシップマッチは俺のアイディア、俺が欲しいマッチ。 What is the reason? 理由はこの前の新規話大会でバラモンブロダーズ俺のマスク取った、俺のマスクテイク、あいつらごめんね、esos cabrones no respetan mi legado, no respetan la tradición mexicana, esos cabrones, le están faltando el respeto, no nada más al cinturón, no nada más a los campeones, le están faltando el respeto a toda la tradición de la lucha libre mexicana. なんとおっしゃってるんでしょうか。はい。はい、通訳のマンモス佐々木です。ジャックが言うのはメキシコのレスラーにとってマスクを剥がされるっていうのは一番やっぱりこう屈辱的であり、こう全くこのマスクにリスペクトがない、もうそういう意味ですごく剥がされたっていうことがね、もうジャックの中でもうこんなに怒ったジャックを僕も見たことがないし、これは自分だけのあれでね止められるものでもないんで、自らベルトをかけるっていう、ね、ちょっと待って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 、なんで俺たちを呼んでくれない。本当だよ、こんなおいおい作っておいて、本当だよ。何しに来たんだよ。ちょっと待って、ちょっと説明させて。そうね、めちゃくちゃ怒ってる。怒ってるだろう。謝罪会見だって聞いたから、うん、今日は謝罪会見に来たんです。謝罪しました。わざわざわしやってきたの。嘘でしょ。テレビ局来たことないから、分かんない。サムライ TV か JCTV しか行ったことないからさ。どろ当てて来たんだよ今日。機密の連絡網で探し合ってたよ。今日は謝罪に来ました。謝罪会見です。見です、はい、ジャックさんマスク取っちゃってごめんね。どうもすいませんでした。このくらいの角度でいいかな。ダメ。これぐらい。えどうぞ。ごめんなさい。どう謝りに来た。ダメだろ、お前たち。なんでクリスマスは前静かに前クリスマスパーティーしたかったんだよ。いや今年はみんなお家にいるんでしょ。俺たちもお家にいたいんだよ。そうだよ。こんな激しいことしたくないの。許してくれないみたい。高橋さん許してくれないみたいなんですけど。どうジャック。ダメねえ、お前たち、俺なんだよ、もうちょっと前とかよ。分かんねえ、そっちのソーシャルディスタンスだろ。だから何のためにこの壁があるんだよ。ソーシャルディスタンス、だから今日は殴られないで済むんだよ。触っちゃいけないんだから。いや違う、ダメダメなのかよ。ねえ、みんなのお客さん、俺のすっぱかっこいい顔見た、お前たちのせい。すっぱかっこいいスーパーカップみたいになってんじゃねえか。うるせえ。勝てるわけないでしょ。だってあなた怪獣でしょ。怪獣だろう。マンモスでしょ。そう一般人だよ。地球防衛軍かなんかいないと勝てないよ。お前らもこのベルト持ってたやろ。持ってた、昔持ってた。持ったろ。持ってました。覚悟決めろ。なんか言っても許してくれないみたいだし、24日はなんとか生き延びないと僕らに来年は来ないから。25だよ。25か。間違えてる兄弟。25。それ前の日に死んじゃうよ。そうだね。前の日に間違えちゃった。25だからね。25。いや、ごめんなさい。生き延びるためにあのベルト
我々が勝ち取らなければいけないみたいだね。よし、よし。じゃあ怪獣に郷秀樹の発音で言ったら怪獣に勝たなきゃいけないね。勝つね。ちょっと前ら分かってねえだろ。なんだここは。おさらいの回か、ここは。怪獣に勝たなきゃいけないね。よし、じゃあよし、もうこれがこ分かった。今日心を決めました。決めました。頑張って戦いますよ。戦う、生き延びるために。2021年を無事に迎えるよ。うん、ね、なんで12月25日は我々本気で戦うから、いいか覚えてろ。お前らな、後楽園ホールでな、死んで地獄に落ちて、今度生まれ変わったらウジ虫になるぞ。動くな、動くな、そこ。さあ、いかがでしょう、マンモス。いや、もうね、覚悟決まったって言ってるけども、うん、盛大にボコボコにするだけですもんね。そうね。なんちゃうかな、やっちゃうな。マンモスさんとジャックさんに、試合形式が、まあ、人間廃業デスマッチと毎年あのカオスな戦いになっていた形式を持ってきましたけど、こちらどのような試合になると思いますか。そうですね、もう、まあ、でもこれバラムに有利ではありますからね。一応その辺だけはちょっと譲って。どう、あと。あ、いや、何でもいい、何でもいい。俺はあいつと同じリング欲しい、それだけ。試合何でも大丈夫。セミファイナルタグマッチ試合形式未定。植木隆之、佐久田俊之 VS 吹本健二、葛西潤。このカードに関しましては、まあ、今日の会見には葛西潤一人しか来てないので、葛西潤一人からの意気込み並びにコメントをいただきたいと思います。はい、じゃあ葛西選手どうぞ。はい、前回の後楽園ホール大会で、まあ、自分のユニットであるアンチェインに、まあ、大日本プロレスを退団してフリーになった作田を引き入れたつもりだったんですけど、まあ、その1試合で裏切られたと、うん、まあ、頭に来てることは、ね、間違いないんですけど、やっぱり作田という人間は葛西潤と向き合って、葛西潤とやり合って光る人間なのかなと、うん、まあ、そういう意味で、葛西潤と作田の、ね、戦いはこれからも続いていくし、葛西潤に刺激を与えられる貴重なレスラーでもあるんで、まあ、最近のね、ブラッドクリスマスはプロデューサーであるにもかかわらずメインイベントを飾れてないことが多々あるんで、その鬱憤を晴らすにも、うってつけの相手だなと思っております。なんで、自分と組む吹本、そして相手の作田、植木、この4人でしかできない、そうだな、最近のね、世の中デリケートになりすぎて少々生きづらい世の中になってますけども、そんなデリケートな世の中に風穴を開けるような、コンプライアンスにバリバリ引っかかるような、えげつないデスマッチをこの4人でやりたいと思っています。はい、作田選手が、まあ、ダムズに乗り込んできて以来、まあ、本当に会場を凍りつかせるというか、お客さん引かせる試合をやってますけど、それについてはどのように見られてますか。いや、いいんじゃないですか。まあ、デスマッチってね、読んで字のごとく、ね、死の試合ですから、死を連想させる、そしてある意味、ね、安心して笑顔でニコニコ見られるデスマッチっていうのはね、正直俺っちも、そういうのは好きじゃないんで、まあ、やるからには命を懸けて玉の取り合いをやりたいんでね、はい、まあ、そういう引かせる、ドン引きさせるようなデスマッチっていうのは、むしろ、葛西潤はそういうジャンルでのフランチャイズだと思ってるんで、元祖だと思ってるんで、向こうがそういうスタイルで来るなら、まあ、吹本にしろ葛西潤にしろ、あ、正々堂々と、はい、受けますよって感じですね。はい、で、作田選手が連れてきたパートナーの植木さんが、まあ、ダムズ初参戦ということになりますけれど、どのような印象をお持ちでしょうか。彼はね、葛西潤が大日本プロレスに上がってる時まだ練習生だったんでね、
リング上で肌を合わせたことはなかったんですけど、まあその練習生時代からね変わったやつで、結構自分的にはいじって可愛がってた人間なんで、そんなやつがね大日本プロレスを辞めてでフリーダムズに乗り込んできたと、うん、まあある意味自分にとってはね可愛い後輩である分、リング上で向かい合ったからには容赦なく叩き潰すのが礼儀だと思ってるんで、うん、容赦なく叩き潰して血まみれにして、はい、やります。現在試合形式は未定となってますが、どのようなイメージをお持ちでしょう。まあイメージ的にはね、本当、メインイベントがクオリティの高いね、これぞフリーダムズっていう武田と杉浦にしかできない、なんていうのかな、爽快感に満ち溢れたデスマッチになると思うんで、だったらこっちは対極な、血みどろ、生産、えげつない、うん、ドロドロとしたデスマッチでもやってやろうかなと思っております、はい、メインイベントキングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ、挑戦者武田正史 VS 第12代チャンピオン杉浦徹。はい、では、2020年のプロレスリングフリーダムズ、最終興行ブラッドクリスマスのさらにメインイベント、2020年最後の試合になります。こちら、キングオブフリーダムワールドチャンピオンシップ杉浦徹対武田正史、では、両選手からまた意気込みをですね聞きたいと思います。まずはでは挑戦者、じゃあ武田選手からお願いします。はい、まあね、この戦いが決まってから前哨戦を何回かやりましたけど、まあその前哨戦でこいつに喧嘩売られて、まあ、僕の中でもね久々にスイッチが入ったというか、あ、久々に人を殺してえなと、こいつマジでぶっ飛ばしてえなって思ってしまったんで、まあ最初はねなんか時計の針を動かすとか爽やかなこと言ってましたけど、もうそういうのはなしでね、マジで本当にこのチャンピオンだけど殺しにかかりたいと思います。でまあさっきね葛西潤が爽快感のある試合になるみたいなこと言ってましたけど、そんな試合をする気はさらさらないんで、こっちはこっちで葛西潤とは違ったギッタンギタンのもう凄惨な試合にして、まあ前回フィニッシュフォールドを使わずにこのチャンピオンに勝ってるんで、まあ結果はねどうなるか分かんないけど、まあブラッドクリスマスのメインっていうことだから、こいつの技を受け切った上で完勝してやります。はい、はい、ありがとうございます。では、チャンピオン杉浦選手。はいまあね、まあ喧嘩、まあ、まあ殺してやる、うん、まあそれが武田正史のデスマッチだったら、まあ勝手にやってくれよって感じですかね。はい、僕の目指すデスマッチとやっぱ武田正史の目指すデスマッチっていうのはまあやっぱちょっと違うのかなっていうのが一つ、うん、まあ僕がこう血を流しながらもやっぱ魂を、見てる人もやってる自分も魂を震わせるデスマッチ、プロレスっていうものが僕の目指すものなんで、まあ向こうが、まあ、そのつもりでね、俺殺すつもりで来るなら来てもらってもいいですけど、はい、まあそう簡単に俺の魂は潰せねえし壊せねえよっていうところをこの戦いで見せてやろうと思います。はい、まあそしてね4月に、まあ、この戦い途中で終わってるんで、まあ、僕の中では武田正史っていう選手はデスマッチファイターのラスボスだと思ってるんで、まあ、きっちりここで最終決着をつけて杉浦徹が KFC 王座の、ね、真のチャンピオンになってやりたいと思います。はい、じゃあまずは武田選手。はい、まあ、今年は本当に2回のアクシデント欠場があり、はい、まあ、なんとかこの舞台にたどり着いたという感覚だと思うんですけど、どのような気分でしょう今は。まあそうですね、まあ、今年2月の GCW、 そして夏の、ね、杉浦戦で、まあ、怪我して、まあ、デスマッチの神様がいるとしたら、まあ、試練を与えたんだか引き、ね、俺をデスマッチから引き離したのか分かんないですけど、
まあ、こうやってまた表舞台に立ってこうやってブラッドクリスマスのメインに立てるってことは、まあ、デスマッチの神様からの試練だと思って、まあ、ここをね試練を乗り越えたわけで、またもう一段階上にデスマッチファイターとして花咲かなきゃいけないんで、まあ杉浦徹に、まあ、足踏みしてらんないんでね、まあ前も言いましたけど杉浦徹に勝つというか杉浦徹戦を白黒つけないと自分の中で完全復活とは言えないんで、まあ勝って完全復活した上で2021年また武田正史の年にしたいなと思ってます。はい、杉浦選手に、はい、まあ、あらゆる選手を倒して1年防衛してきて本当に、まあ、事実上ラスボスだと思うんですけれど、はい、夏の宿題がまあ最高の舞台で実現する形になりましたけど、はい、心境いかがでしょう。まあ、そうですね、はい、まあ、とうとう来たなっていうのが、まあ、一番の、まあ、感想といいますか気持ちですかね。はい、まあ、僕はあの7月の止まってしまった試合からこの KFC のベルトを一度たりとも腰に巻いてないんで、あの時のしこりをここで、まあ、全て払拭させるためにもこの戦い完全にものにしたいですね。なのでね、一個僕からの提案、チャンピオン権限でデスマッチ形式をあの時と同じマッドネスヘルダンジョン、ガラスボードプラス蛍光灯プラスアルファデスマッチとしてやらせてもらいたいなと思います。武田選手、そちらの提案を受けていかがでしょう。まあ、形式に関してはぶっちゃけ、まあ、何もビビることはないし何でも来いって感じですけど、まあ、前回、ね、途中まで試合は進んでましたけど、まあ、今回ね、まあ、復帰に関して際して体も絞ってスタイルも変えて、まあ、多分同じ試合にはならないと思うんで、まあ、そういう部分でまあ、チャンピオン気抜くなよっていうことですね。はい、皆様準備はよろしいでしょうか。それでは登場いただきましょう。葛西潤選手です。はい、では皆様改めまして、本日はご足労ありがとうございます。フリーダムの記者会見、いろいろありがとうございます。ここからですね、葛西潤に関しまして、重大発表が2つほどございます。そちらの発表をさせていただきます。はい、それではまず最初の発表はこちらです。カルチャーサイトリアルサウンドブックにて昨年12月より連載しております葛西潤自伝クレイジーモンキーが来年1月15日全国書店にて販売開始となります。はい、まずずっとね、葛西自伝をネットの方ではいろいろ上げてもらって、で僕も結構ね、いろんなことを思い出しながらこんなことあったなと思いながら結構ね、読まさせてもらってたんですけど、それが、いよいよ書籍化いたします。本として、本屋さんに並びます。どうですかこの表紙。はい、これが書店に並びます。はい、さあどうでしょう、葛西選手本人として。そうですね、率直な気持ちを言わせてもらえれば、うん、いいんでしょうか、こんなね、かなり、まあ、こんなっつったらあれですけど、まあ、インパクトのある、インパクトあるね、うん、子供がちょっとお母ちゃんあの本怖いって言いそうな表紙ですけど、うん、まあね、さっきも、試合に対する意気込みでも言ったんですけど、まあ、とにかく、このご時世、いろんなことに関してデリケートになりすぎてると、うんうん、そういう風潮がある中、まあ、全国書店にこの表紙の本が並ぶのは、うんうん、まあ、ありなんじゃないかなと、うんうん、そうね、開けるためにも、うんうん、まあ、この表紙だけじゃなくて、ね、やっぱり中身も非常に葛西潤の、半生を振り返るにあたって非常に濃い内容になってますんで、皆さんぜひ、
お友達に借りてとかじゃなくてね、そうね、ご購入ください。ご購入くださいね。はい。まあ、生い立ちからね、ここ最近の休養とコロナウイルスの影響なんていう話まで全10章280ページ、はい、という内容でお送りしております。これでもあのね、自分でこう内容書いたりするのも結構大変だったんじゃないですか。まあそれでもね、自分の中でこういうこともなければ自分のね、人生を振り返ることなんてなかなかないことなんで、そうね、うん、まあいろいろ思い出しながら、いろいろね、あんなことあったな、こんなことあったなって思い出して、まあ、楽しみながら書けたんでね、うん、はい、特に大変だったとかそういうのはないですけど、はい、うん、なるほど。ではここでですね、笠江淳フリークを代表しまして、こんな素敵なコメントがこの方から取れております。はい、それではどうぞ。あ、文字なんですね。はい。はい、てっきりあの動画かと思ってました。すみません。はい。神田伯山先生からのコメントですね。はい。あの一緒にテレビとか出たよね。あ、なかったね。なんだっけ、2年ぐらい前に、うん、まあ、東海テレビさんのとある番組でご一緒させてもらったことがあるんですけど、うん、まあとにかく俺っちのことが好きみたいで、そうね、非常に、ね、今回もこういうふうに書いていただいて非常にありがたい、尽きる感じですね。はい、では最後に何かね、この、うん、今生配信を見ている方々にも向けて、うん、今一度この本のアピール、はい、一つお願いいたします。はい、とにかくね、まあ、リアルサウンドさんの方では確か伊藤隆二戦が実現したとこまでしか連載されてないんですけど、この本はそれ以降もの話もたっぷり、書いてあるんで、まあ、結構読み応えがあって、あ、笠井淳のこのリング外での意外な一面、いや意外どころか、意外な一面どころか2面も3面も、まあ、とにかく読み応えのある、本になってますんで、ぜひ、皆さんご購入ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こちらの、笠井淳自伝本ですね、クレイジーモンキーは、来年1月からの、販売、1月から書店、1月15日かな、はい、から書店に並ぶんですけれども、なんと12月25日のブラッドクリスマス後楽園ホール大会会場内にて先行販売がございます。はい、なのでブラッドクリスマス後楽園ホール大会のチケットを持っている方は、一般で本屋さんに並ぶよりも先に買えちゃうという、なんともお得な、はい、お話でございます。はい、会場内にあのこのね、自伝本販売コーナーを、設けますので、ぜひそちらにですね、お並びの上お買い求めいただければと思います。当日の、会場時間なんですけども、ファンクラブ選考が、17時40分で、一般会場は18時ちょうどとなっております。まあ、ファンクラブの方の方が、まあ、先に並んで、まあ、確実に買えるという形かと思います。まあ、当日、まあ、密になることとかも想定できますので、一応笠井淳サイン会等そういうイベントは一応用意しておりませんが、まあ、会場に入られたら、まあ、焦らず、ね、本の数は十分ご用意ありますので、焦ったり走ったりしないように、はい、ゆっくりお買い求めいただければと思いますので、はい、ぜひ12月25日会場にお越しの方はぜひとも会場でお買い求めいただいて、一般の誰よりも早く、お読みいただければと思います。よろしくお願いします。はい、一応補足なんですが、売店、まあ、物販なんですが、今コロナの影響もありまして会場時のみとさせていただきます。試合が始まりましたら、物販はなくなってしまいますので会場時のみとなっておりますのでお気をつけください。はい、はい、まずはこちらの映像をご覧ください。
長期休養から復帰まで1年にわたり密着した葛西淳ドキュメンタリー映画共演が2021年5月シネマート新宿心斎橋ほかにてロードショーとなります。本日は監督の川口淳さんにもお越しいただきました。川口監督お願いいたします。監督、自己紹介お願いします。監督をやらせていただいた川口と言います。はじめまして。監督元気ないですよ、大丈夫ですか。あ、そうですか。あ、すみません、ちょっと緊張します。あ、緊張します。あ、元気出していきましょうね。あ、はい、川口と申します、よろしくお願いします。はい、自伝本の次はなんと映画です。はい、いかがですか皆さん。はい、こちらの映画は、来年の5月の公開で、現在まだね、制作中で、まだ完成しておりませんが、さっきの VTR は葛西本人も初めて見たよね。あ、初めて。初めてだよね、はい。実はですね、僕はもうすでに見てあったんですけども、うん、これは葛西本人どうしてもね、会見当日に初めて見てほしいなと思って、うん、内緒にしておきました。はい、はい、すいません、意地悪しちゃって。はい、どうですか、なんか、ついに映画化って、うん、どうですかね、本人的に。どうですかね、なんか書籍ね、自伝の書籍化、そして、ドキュメンタリー映画が公開ときたらね、なんかもう引退するしかねえんじゃねえかって思ってますけど、ご安心ください。まだもうちょっと引退はしないんで、もうちょっとやらせていただくんで、はい、まあそうですね、本にしろね、こういうドキュメンタリー映画にしろ、なんて言うんでしょう、エンターテイナー、プロレスラーとして、ね、やってきた人間からすれば、もう なんだろう、エンターテイナー冥利に尽きると、うんうん、そういった感じですよね、うん、はい。監督はいかがですか、まあ、今回本当に1年ちょっとぐらいですかね。そうですね、ちょうど1年、本当にもう密着して、はい、前ぐらい、そういう試合会場だけじゃなく、本当にプライベートとか、ね、自宅とかにも行ってましたもんね。そうですね、自宅の、はい、そうですね、前の方まで行かせていただいて、はい、もう自宅で全く、ね、はい、プライベートな葛西淳と、ね、リング上、試合前のナーバスな葛西淳と、リング上で弾けまくる葛西淳と、いろんな葛西淳を見てきたと思うんですけど、はい、いかがですか。いや、そうですね、もともとはでも、葛西さんが休場するので、はい、その休場している貴重な姿を、記録しようということで、僕にも声がかかって、なので、リングに上がった頃にはもう終わる予定で、本当はゴールデンウィークぐらいに終わる予定だったんですけど、いろいろコロナが始まってというかのがあって、もうなんだか、うん、どうすればいいんだかわからないままずっと続けていた感じですね、はい。人間葛西淳に密着して、なんかそういうリング上とプライベート その違いみたいなもので、なんかそうですね、でもなんでしょうね、本当に葛西さんはすごく紳士的な方で、なんでしょうね、僕も最初本当にどういうふうにというか、プロレス自体を撮るのも初めてでしたし、どういうふうに接すればいいんだろうと思ったんですけど、ものすごくオープンで、いろいろお話もしてくれて、そういう意味ではもうすごくこんなに親しくさせてもらっていいのかなというぐらい、楽しく撮影はさせていただきました。結構移動もね、一緒に車で移動したり、あ、そうですね、地方遠征の遠征バス一緒に乗ったりとかいろいろしましたね、はいはい、地方遠征もさせてもらって、はい、この映画に関してはやっぱプライベートなシーンも結構多かったと思うんで、はい、もうそれほど家族、まあ、葛西家の家族の協力もなくては、はい、成立しなかったと思うんですけど、はいはいはい、その辺はどうですか、奥様とか、お子様とか。あ、そうですね、もう1回目か2回目ぐらいの撮影でもう奥様がすぐに、はい、登場してくださって、うん、あれなんか早いなと思ってなんかもうすごくそこも奥様もすごくフレンドリーにというか、はい、接してくれたんで、そういう意味では本当にノーストレスというか感じでやらせていただきましたね。どっちかというとやっぱり僕はでもそのちょうど撮影し始めたのがちょうど本当1年前のこのブラッドクリスマスの試合に、うん、
突然試合が撮影できるから来れますかっていうような感じで声がかかって、初めてプロレスを生で見るのも初めてでしたし、でしかもなんかデスマッチも初めて見ますし、どこまでどうやって撮影すればいいのかわからないまま、すごい生汗をかき合わせというか生汗というか、なんかすごい緊張して撮影したのを今でも覚えてますね。はい、確かに初めて密着するにはとてつもない状況でしたもんね。そうですね、いきなりだったん で何が起こるかわからないですし、どこまで撮っていいのかとか、なんかカメラにね、その肉体が飛んできたらどうすればいいんだろうとか、それこそ血が出てとか、本当そういうのを緊張しながら撮ったのをすごく覚えてますね。あのキャリアは仕事、こういう映像の仕事はもう20年以上やってるんですけど、初めてだったのですごく初心に戻れて、そういう意味ではあの、いい経験させていただきました。はい、家族の反応はいかがですか、家族の奥様、奥様たち。生きてないぞ。そう、こそ映画化、自分、要はパパが映画になるっていうことに関しては、はいはい、正直言って多分現実味がないと思うんですよね。まあ公開されて、何らかの反響があってからじゃないですか、そこは。うん、なるほどね。はい、確かに。ありがとうございます。まあ今回こちらね、今日はあの映画共演に関しましては、あのまあ今日はとりあえずこういうのを、まあ、制作で来年5月に上映をしますという発表を今日はさせていただきましたが、来年以降また少しずつ、その映画の中の出演者ですね、あと映画のビジュアル面などもあの情報公開解禁していくと思いますので、そちらの方もぜひご注目ください。私もちらほら映ってるんでしょうか、楽しみでございます。はい、はい、ありがとうございました。それでは書籍葛西淳自伝クレイジーモンキーおよび映画共演に関しての質疑応答とさせていただきます。記者の皆様、挙手の上ご質問をお願いいたします。じゃあ川口監督に、あ、はい、まあ、今回プロレスを題材にされたのは初だと言われておりますけど、はいはい、まあ、世界一過激な団体と言われているフリーダムス、いかがでした、間近で試合を見られて。いや、だそういうこともよくわからないまま、いきなりすごいものをなんか見させられて、でも最初からすごいものを見ちゃったので、あのこれから他のプロレスを見てどう思うのかちょっとわからないんですけど、とにかくなんか目の前で、ただそうですね、なんかあのレスラーってこういうこと考えてるんだとか、なんていうんですかね、そのレスラーと、私生活との部分とか、なんかそういうものが、まあ、ちょっと僕は他のプロレス作品を見たことないんでわからないんですけど、あの葛西さんは本当に何も飾らずにそのまま見せてくれてるんではないかなと思っております。はい、ちょっとそうですね、とりあえずいきなりすごいのを最初から見せつけられたっていう感じで、わかんないです、今後の、はい、どうなるのかちょっと、はい、すいません。他に質問ございますでしょうか。はい、すみません、オリコンニュースと申します。川口監督にお伺いしたいんですけれども、はい、今まであのたくさん音楽に関しての映像を撮影されてきたと思うんですけれども、はい、もしあのいらっしゃったら、今までこう接してきたミュージシャンの方とこう一番雰囲気が近い、葛西さんと一番なんか雰囲気が近かったミュージシャンの方とかってどなたか思いつく方いらっしゃいますか。雰囲気が近かったミュージシャンとかでだろうな、雰囲気が近いっていうのはちょっとなかったですけど、やっぱりアーティストなんだなっていう感じはすごいしましたね。もちろんレスラーなのでそのミュージシャンとは違うとは思うんですけど、何か表現者という感じで、僕は捉えることができたかなと。ちょっと質問 の答えじゃないかもしれないですけど、そういう意味ではもうやっぱりオリジナリティがある方で、やっぱりオリジナリティがある人が僕も好きですし、なんかまあ、そもそも僕がプロレスをなんで撮るんだろうっていうのはちょっとわからなかったんですけど、なんかここに葛西さんを撮っていて、あ、こういう人だからやっぱり自分は巡り会えたのかなみたいな、そういう理由をすごく感じましたね。はい、あとすみません、もう一つ映画のちょっとネタバレになる
部分もあるかもしれないんですけど、はい、何かこう具体的に、はい、あのどこで話した葛西さんが印象的だったとか、なんか場所とか、なんかちょっと言葉とか、あのもしあれば、ちょっとネタバレにならない程度で一つ教えていただければ。そうですね、でもやっぱりあの一番多かったのが、本当試合に行く前だったりとかの葛西さんの車の中で、葛西さん の地元から、そういう試合会場へ向かうまでをあの僕が車で同席させていただいて、そこでの会話が一番楽しかったですし、何かあのポロッと葛西さんが出てくるところに真実味のあるすごいお言葉があったりとか、まあ、僕もなんかあの編集で今見返している段階なんですけど、あなんかこんなことを平気で聞けてたんだなみたいなのがありましたね。なんかあの葛西さんが辞めようと思った時期があったんだとか、何かでもやっぱりそこのマットリングでしか得れない何かがあるんだなとかっていう話を自然とされている時があって、なんかそこがすごく印象に残ってますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問ございませんか。まあ、今回あの映画ということで、今までまあプロレスを見たことない人も見る機会があるかと思うんですけど、改めてまあ書籍と合わせてどんな部分を見ていただきたいでしょうか。これはね、葛西潤のデスマッチにしてもそうなんですけど、まあ書籍にしろこの映画にしろね、プロレスファン、プロレスを見たことのない人、まあ関係なく、読んだ人、映画を見た人のある意味人生を狂わすような、うん、そういう作品になると思ってるんで、なってると思うんで、はい、ぜひ、何だろう、何かを始めたいけどね、勇気がないとか、うん、ちょっとあることに悩んでるんだけどどうしようとか、そういう葛藤を持っている人が読んで、そしてこの映画を見て、何か刺激を受けて、背中を押されるような、そしていい意味で人生を狂わされるような、作品だと思ってるんで、はい、ぜひ書籍はご購入、そして映画は、映画館で、ご覧ください。はい、